はい。どうも皆さん、こんにちは。えずえっこです。それでは今回なんですけども、D ポイントが全額ポイント還元のチャンス。ココスで GoToEat キャンペーンと組み合わせも可能に、最後に GoToEat に関する最新情報もということで、今回は、まあちょっと長めのタイトルなんですけども、D ポイント、そして GoToEat キャンペーンについての情報ですね。まあ抽選のキャンペーンにはなるんですが、今開催されているというより、まあもうすぐ終わる、あの GoToEat キャンペーンと組み合わせて使えそうな感じもありましたので、まあそちらも踏まえてお伝えします。で最後 最後に Eat に関するこということで、今回はこちらで,ですね。D ポイント1周年抽選で最大全額還元キャンペーンというものですね。まあ、対象のお店後ほどお伝えするんですけども、上に出てるようなお店で今回はこちらのキャンペーンが開催されております。で、このキャンペーンに参加するためには必ずエントリーが必須となっておりますので、ぜひ先にエントリーを行ってください。 で、期間に関しては、2020年の11月11日から始まっておりまして、11月の24日火曜日までの、まあ、若干ちょっと短めのキャンペーンとなっております。 まあね、上にも出てるように、D ポイント導入1周年最大全額還元キャンペーンということですね。まあその導入したお店っていうのが今からお伝えするんですけども、期間中エントリーの上、ココス、ジョリーパスタ、ウシアンっていうんですかね、これ。間違えたらすいません。宝島、焼肉クラブ1番、熟成焼肉1番の店頭にて、お会計の際に D ポイントカードを提示すると、抽選で最大10万円まで全額還元というキャンペーンとなっております。なので、今お伝えしたね、お店が D ポイント導入1周年ということで、 でですね、今回最大10万円までということなんですけども、1等から3等までありまして、下から見ていただいたら分かるように、100ポイントが1万名様、1000ポイントが1000名様、そして人回計分全額還元ということで、これが100名様、上限10万ポイントまで当たるというキャンペーンとなってます。これ当たったらめちゃくちゃ嬉しいですよね。 で、このキャンペーンですね。まあ、どんな風に参加するかというと、めちゃくちゃ簡単です。お会計の際に D ポイントカードを提示します。で、その提示する D ポイントカードですね。今出てるようなカードの一覧となってます。まあ、通常の D ポイントから始まって、D カードゴールドだったり、D カード、そして D カードプリペイドでも OK です。で、ここには出てないんですけども、モバイル D ポイントカードも対象という風にキャンペーンの詳細に出ておりましたので、それでも大丈夫ということです。 で、決済に関しては何でも OK です。とりあえず D ポイントカードの提示が必須となってますんで、決済方法はお任せします。で、残りの細かいところなんですけども、ざっとこんな感じとなってます。先ほどもね、お伝えしたように、必ずエントリーが必須となってますんで、ここは先に行っておいてください。で、対象の店舗なんですけども、まあ先ほど読み上げた通り、ココスジョリーパスタ、焼肉クラブ1番、熟成焼肉1番、牛やん宝島というこちらのお店が対象となります。ですけども、気をつけてほしいのがここなんですが、 富山県、石川県、福井県、岐阜県、滋賀県、奈良県、京都府内のココスは対象外となってますんで、もしね、これに該当するところに住んでる方がいらっしゃいましたら、こちらは対象外となってますんで、気をつけてください。で、付与される時期なんですけども、まあ、いわゆるその当選した場合ですね、2021年の1月末頃となってますんで、もし当選しても、まあ、忘れた頃に、あ、当たってるみたいな感じで気づくっていう感じになるとは思います。 でですね、これちょっと意外だったんですけども、付与されるポイントが、なんと D ポイントの通常ポイントなんですよね。まあい、いつもの癖で、まあ、期間用途限定っていう風に流れ的になるのかなという風に思ってたんですけども、このキャンペーンはそうじゃなくて、なんと D ポイントの通常ポイントがあたるので、まあ、期間用途限定だったらね、お試し機会券とか D バレで使ってください。まあ、それでもこちらの通常ポイントでもできるんですけども、まあ、この通常ポイントの場合は、ジャルマイルとかにも交換することができるので、 ま、結構ね、大きいポイントが当たったらちょっとテンション上がりますね。で、キャンペーンの解説はここまでなんですけども、このキャンペーンに参加する前にですね、まあ、もう少しでもう終わると思うんですけども、今その GoToEat キャンペーンなんですが、まあ、その中のオンライン飲食予約サイトの ePark ですね、その中にですね、ココスが入ってるんですよ。 なので、まあ、タイトルにもお伝えしたように、今回のこの全額還元の、まあ、チャンスのキャンペーンに参加するプラス、まあ、GoToEat と組み合わせたら結構お得にね、参加することができるのかなというふうに思って、 ちょっと僕もそれをちょっと,とせっかくなのでトライしてみたいと思います。まあ、今回初めて E-Park 使うんですけども、も E-Park のアプリ画面から上のところにですね、キーワードで探すという項目があるので、ここをタップしたら、まあ、いわゆるその検索をかけることができるんですけども、まあ、そのバーの中で、まあ、こんな風にココスという風に入力をしたら、まあ、下にですね、ココスのまあ該当するところがちょっと出てくるんですよね。で、試しに今一番上に出てきたこのココス大橋店というところにですね、まあ、ちょっと行ってみたいなということでタップしました。 で、このココス大橋店のところで、日付の入力とかする画面が出てくるんですけども、まあ、いわゆるここの部分ですね。例えば、2020年の11月14日っていう風にフィルターをかけて、 で、時間指定をしようと思ったんですよ。で、その時にですね、時間指定をしようとしたら、全然この時間の候補が出てこなくて、うん、どういうことだろうと思って、そしたらちゃんとここに注意書きがちょっと小さいんですけど、でも出てるんですよね。非表示の時間帯は、設定外か、ま、すでに受付可能枠埋まってますということで、いや、まさかのね、ちょっとこれ僕びっくりしたんですけども、まあ、この撮影してるのが、まあ、現在日時って出てるように、11月13日に撮影してたんですよ。で、次の日であればいけるかなと思ってたんですが、まあちょっと ちょっと甘く見てたんですよね、僕も。全然取れなくて。例えば、その当日ももちろん11月13日であったりとか、11月26日とかでもフィルターをかけても、全然ちょっと予約が取れなくて、もう本当にこれはね、びっくりしましたね。ほとんどちょっと使うことってなかったので、実感することはなかったんですけども、まさかここまで予約が取れないと思ってなかったっていう風に、ちょっと油断をしておりました。で、まあね、もうやけくそになってもう予約はせずに、今回は普通にココスに向かいました。 でですね、店に来店したと同時にですね、僕が行った時間帯っていうのが、朝食バイキングっていうのが、ま、あココスではそういったのがあったので、来店と同時にお会計してくださいという風に言われたんですよね。まあ、ちょっと、なかなかちょっと寝起きな感じだったので、ふわーってしてたんですけども、ああ、はい、わかりましたということで、先ほど動画でもお伝えしたように、とりあえず D ポイントカードの提示をして、そしてその時は PayPay ペペで決済したということで、とりあえず条件はここでクリアです。 で、初めてね、ココスの朝食ワイキング行ってきたんですけども、まあ結構思ったよりいろんな種類がありましたね。まあサラダであったりとか。 野菜も結構ちょくちょくあったりとかして、で、他にもね、こういったようなパンのコーナーがあったりとか、ドリンクバーも乗り放題ということでした。で、実際にね、僕がよそったおかずやご飯たちがこんな感じですね。混ぜご飯であったりとか、サラダとか、まあ、その他もろもろということで、結構朝食からしたらボリューミーな感じだったんですけども、大変満足しました。で、一応ね、あのー、例のウイルスの対策もしっかりしてまして、バイキング取るときは、基本的にはその、 その都度この手袋を使って取ってくださいというふうにも言われたんで、ちょっとここがすごい徹底してるところでもありましたね。で、締めにしっかりとカレーもいただきました。全然関係ないですね。 で、一応ね、お会計した画面がこちらとなっております。803円で4円分が付与されるということで、まあ、朝食バ売金かなりいただいたので、もう普段の朝食の金額の何倍もするんですけども、まあ大変満足させていただきました。まあそんなこんなで今回は D ポイント最大全額還元キャンペーン、まあ抽選にはなるんですけども、チャンスがありますよということでお伝えをさせていただきました。いや、本当ね、今回 E パークを使って、 予約してココス行けるぞという風に意気込んでたんですけども、本当にね、こんなに取れないとはマジで思ってなかったですね。<laughs> まあ GoToEat キャンペーンのオンライン飲食予約についてのポイント付与に関してはもう終わるであろうというのが秒読みな感じではあるんですけども、まだ使えるような状態だと思いますんで、 もし e-park を使ってココスを利用する際はこのキャンペーンにぜひ参加してみてください。一応今お伝えしたキャンペーンに関してはリンクは下の概要欄に貼ってますんで、こちらの詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました タイトルでもちょっとあったように GoTo e a t に関する最新情報をですね少しだけお伝えしたいと思いますので今回おまけとしてお伝えしますでその前にですね前回お伝えしたこちらの動画 GoTo イート終了のお知らせという動画ですねまだ見られてない方はこちらを見た上で 今からは僕がですね、お伝えすることがまあ理解できてくるのかなと思います。で、まずこちらグルナビなんですけども、お知らせとしてこんな風に出ておりました。この青枠のところですね、本キャンペーンは予算上限616億円に達する見込みのため、2020年11月14日土曜日の17時59分までに受け付けたご予約分を持って、 ポイント付与を終了させていただきますということでしたので、まあ今ね、この動画をアップしている時にはもう予約はできてないという状況ですので、ここは気をつけてください。なので、とりあえずグルナビを使う際はポイント利用であればできるけど、予約をしてもポイントは付与されませんので気をつけてください。 続きまして、グルメサイトのレティですね。こちらも今出てる通りです。新規予約でのクーポン風は終了しましたということで、まあ、レティの場合に関してはポイントではなくて、クーポンで500円分とか1000円分がもらえてたんですけども、それが終了したということですので、まあ今後レティを利用する際は、クーポン使っての予約ということになります。まあ、もちろんね、他の普通の予約もできるかと思います。 で、最後にこちらヤフロコも出ておりました。お知らせということで、農林水産省の GoToEat キャンペーン事業の給付金の予算に達したため、GoToEat ポイントの配布は11月14日土曜日15時に終了しましたということでしたね。なので、まあ、とりあえず、それまでに予約した方に関しては、継続してポイントは配布されますということでしたので、もし今後ヤフロコを予約する際は、ここは気をつけてください。予約してもポイントは付与されません。 で、最後にまとめですね。今出てるのがオンライン飲食薬予約サイトの一覧なんですけども、今このピンクで埋めてるところに関しては、予約をしてもポイントが付与されないと。まあもちろんね、それまで予約されてる方は全然 OK なんですけども、今から予約される方に関してはポイントが付与されませんので気をつけてください。で、他のところに関しては特にまだ今周知が出てませんでしたので、もしまだ予約されてない方がいらっしゃいましたら、とりあえずなるべく早くですね、予約を行ってください。 まだ GoTo イートキャンペーンオンライン飲食予約サイトでまだ参加したことないっていう方がいらっしゃいましたらねまあホットペッパーとかもかなりいろんなお店がありますのでこれを機にですねこのチャンスを逃さずぜひ予約も忘れず取り組んでみてくださいということでありがとうございました